農業生産は主に耕作、植え付け、管理、収穫の4つの段階があり、農業用ドローンは様々な作物の植え付けと管理の段階で広く使用されており、中でも植物の保護が最も一般的です。例えば田植え管理の場合、農業用ドローンを使って種まきや肥料散布用の散布機を設置することができます。稲の生育中には殺虫剤、殺菌剤、雑草の防除が必要であり、農業用ドローンを散布作業に使用することで作物保護を効率的に行うことができます。綿の栽培管理の過程では植物保護作業を行う一方で、成長調整剤の散布や枯葉剤の散布を後の段階で行う必要がありますが、これらはすべて農業用ドローンを使って行うことができます。農業用ドローンを使って植物保護作業を行う場合、高い作業効率および地形適応性を備えており、農業用ドローンは水田、レンコン畑、給料果樹などさまざまな植物保護作業に適しています。同時に農業用ドローンは水の消費量が少なく、霧の飛沫が細かく、カバー範囲が広いため効果的に水を節約することができます。しかし農業用ドローンは飛行高度が高く、霧の飛沫が漂流しやすく、微細な飛沫が蒸発しやすいという特性があるため、除草剤だけでなく安全性の弱い薬剤の場合、飛沫が風に乗って漂流すれば風下の動植物に大きな被害を与えることにも注意が必要です。そのため下記の注意点にご留意ください。1、薬剤の安全性を区別するために注意を払う必要があり、風下の作物に対して安全かどうかを事前に評価する必要があります。例えば桑の木への殺虫剤のドリフトは蚕の死を引き起こす可能性があります。 2. 夏季の昼の炎天下で飛行させる場合、霧滴が大量に蒸発するだけでなく、薬剤による薬害が発生する確率が非常に高くなるため、炎天下での作業は避けるべきです。 3. 警戒レベル3以上、風速 3.4m/s 以上の強風時には飛沫が風に乗って長距離漂流します。この時に除草作業を行うことによって大規模なドリフト被害を引き起こす可能性が高いため、レベル2以上、風速 1.6m/s 以上の風速での除草作業は禁止すべきです。ドローンのプロペラは高速で回転するため、作業する際に生じる薬物や毒性のリスクに加え、以下のように作業中に注意すべきリスクが他にもいくつかあります。 1. 農業用ドローンは高速で飛行し、そのプロペラは高速で回転するため、人員は農業用ドローンから常に20メートル以上の安全な距離を保つ必要があります。 2. 偶発的な怪我を避けるため、作業範囲の補助に人がいる場合は飛行を厳禁します。 3. 作業範囲の補助には送電線があるため、障害物に当たらないよう必ず前方を確認し、障害物の位置に注意します。ドローンと高圧線が衝突した場合、アームに電気が流れ、感電すると命に関わる危険性があるため、絶対に触らないようにご注意ください。衝突した場合は、電力会社に連絡し、専門家に点検してもらう必要があります。